Welcome to the Inspire Podcast. メイン MC のレイシーです。よろしくお願いします。さあ、今回の Inspire Podcast は、常に皆さんのね、ネガティブの、話をポジティブに、そしてポジティブをさらにポジティブに、していくことを目的に、そして、人生っていうのは山あり谷ありというね、険しい冒険の道なので、僕の亡き父の残した言葉、振り返ったら全てに意味があったっていうのをモットーに、皆さんの QOL やホリスティックフィットネスで心身の健康に少しでも貢献できたらなっていうのを、モットーにこのポッドキャストをやっております。さあ、そして今日はね、もう僕がすごい待ちに待った、どちらかというと今かなり緊張してドキドキワクワクな状態で、複雑ないろんな感情がね、混ざってる状態なんですけども、すごく光栄で嬉しい、ゲストに来ていただいております。その方は2002年の世界ジュニア選手権で日本人男子として初の優勝から、キャリアをね、本当は8歳から始めてるんですけど、から始めて2010年のバンクーバーオリンピックでは日本人男子の初のメダルも獲得した。もうね、日本人男子初のね、いろんな輝かしい成績を残している、もう他にもいない、唯一無二、フィギュアスケーターの高橋大輔選手です。どうもー、ありがとうございます。いやー、ようこそ。もうね、もう日本語がもう下手で下手で、ごめんなさい。上手。すごい、上手いと思って、絶対できない。もうね、カミカミで、もう頭がこっち行ってて、言葉がこっちだし。すげえ。いやいや、ありがとうございます。本当に今日は来ていただいて、めちゃくちゃ嬉しいです。お願いします。大輔です。いやー、フィギュアスケート、やったことないです、はい、僕。やったことない人。やったことないです。やったことないでしょ、大体の人。大体の人ないですよ。大体の人ないですよ。実際どうですか、このなんか、フィギュアスケート、でも8歳から。7歳か8歳なんですけど、ちょっと、すごいっすね。曖昧で。そこら辺です。はい。どういうきっかけで始めたんですか？きっかけ、僕最初、はい。兄貴が、3人いるんですけど、はい。みんな少林寺してるんですよ。全員男なんですか？全員男で、僕、末っ子4人。もうそれだけ聞きたいこといっぱいあるんで、少林寺して、で、なんか表彰状持って帰ってきたの欲しいって言ったのがきっかけで、はい、はい。なんかやらすみたいな話になって、で、僕、体操やりたかったんですね。はい。だけど、ちょっと送り迎えできないって言って、で、たまたま近くにスケートリンクができて、はい、で、うちの母親は利用者なんですけど、はい、お客さんがアイスホッケーやってて、はいはいはい、行ってみるみたいな感じで行って、ホッケーは防具見たら怖くて嫌だって言って、はい、フィギュアスケートもやってたから、はい、そっからで、それでやったらハマったっていう感じです。へえ、もうなんていうんですか、そのハマったっていうのがもう性格もこうなんかハマったっていうか、楽しかったって感じなんですか？それで、ちょっと長くなる、全然いいですよ、もうがっつりもう。うちの母親が働きに行ってるところの、はい、まあ利用員なんですけど、はいはい、まあ、店長さんの娘さんがいるんですけど、はい、まあ、フィギュアスケート大好きだったんですよ。はいはいはい。で、やりたくて仕方なかったんだけど、できなくて趣味でやってたんですよ。なるほど、なるほど。っていうのがあって、で、そのお姉ちゃんのことすごく大好きだったから、はい、多分、気になれようとして始めたのがきっかけだと思う。なるほど。結構じゃああれだ、なんか、こう、なんか、人の評価じゃないけど、こう、なんか、認められたいみたいな、多分、ところも結構あったと思いますね。で、なんか、なんかに憧れて始めたわけじゃなく、はい、なんかこう、うん、気に入られたくて、多分、はい、振り返ってみるとそうだったんじゃないかなと思って。でも、7、8歳だからもう、あんま覚えてないっていうのはちょっと正直ありますね。あ、でも楽しかったのは楽しかった。やってったら。そうですね。で、僕学校嫌いだったんで。あ、一緒です。団体。馴染めないタイプで。はいはい。そう、集団行動とか。集団だったり、なんかちょっと気にしい人の、なんか、人の、はい、まあ自分の言った発言だったり、毎日いじめられないように、今日いじめられたらどうしようっていう思いで言ってて。そうなんですか？そうそう。ぐらいの、ちょっと気弱い子で。へぇー。でもスケートの底は、なんかそういうの関係なく楽しめたんで、うん、はい、それでハマってたこともあるんですけど。それめちゃくちゃ面白いですね。そのなんか競技の特性とか、なんか、うん、その当時の子供ながらの、なんか自分に合う環境、合わない環境を、その時点でもう、こう、そうですね。へぇー。それすごいですね。結構いじめは実際あったんですか？ないです。ないです。ないですけど、なんか考えすぎちゃうっていうか、気にしすぎちゃうっていうか、なんか毎日ビクビク生きてました。あ、そうなんですね。それもでもさすがに今は？今も名残はありますよ。名残あります？あ、そうなんですね。結構団体とかがいる、まあ、
はい、例えば結婚式後の団体さんとか、はいはいはい、ずっとちょっと嫌だなとかか、はい、あ、なんかパーティーとかもしあって行くとか、全然団体じゃないんですけど、はい、なんか嫌ですね。人が多いところだと人と関わるのが、関わりたい気持ちもあるんですけど、はい、関わりたくない気持ちも同じぐらい。ああ、でもなんか分からなくもないかもしれない、それは。なんだけどね、はいはい、こうなんか、こうやっていろんな人と出会う機会を与えてもらって慣れましたけど、根本は多分。でもそれもコツコツ経験値をなんか、だと思います、ね。RPG みたいに積み重ねて、はい、今のダイスガンがいるわけだから。だから元々はあんまり社交的ではなかった。全く社交的だよ。でも結構おじいちゃん子で、はい、おじいちゃんと小学校5年生までずっと腕枕でやってたんですよ。かわいい。で、隣町なんですよ、はい、実家と、あの、祖母の家が。あ、はいはい、でもすぐ歩いて、もう5秒ぐらいのところで。あ、すごい。で、じゃあ帰るね、ご飯食べて帰るねっておじいちゃんが帰ってって。え、なんかめっちゃかわいいっすね、それ。で、おじいちゃんが僕だけ特別めちゃくちゃかわいかったんですよ。へぇー。ちょっと箱入り息子じゃないですけど、はいはいはい、外の刺激がなくて、箱入り孫なんですか？箱入り孫で、はい、おじいちゃん全部守ってくれてたんで、ちっちゃい時の抵抗力が多分なかったっていうのがあると思うんですけど。へぇー。あ、だからそれも面白いですね。僕も多分同じぐらいの年齢の時に、日本に初めてオーストラリアから来たんですよ。うん、で、その時、おばあちゃん家に最初に1年住んでたんですよ。うん、もう 1K とか。で、僕5人家族、兄弟、下2人いて、うん、で、お父さん、お母さん、5人家族が、1K の超狭い、ね、おばあちゃんが住んでるアパートに住んで、で、学校の帰りに、僕はなんか腕枕はなかったんですけど、フライドポテトをめっちゃ頼んでました。おばあちゃんが作ってって。おばあちゃんに ?2、もう作って、もうめっちゃ美味しいからって言って、作ってって頼んで、めっちゃニキビできました。できるよね。ごっついのありましたからね、もう。奥深いやつ。それはできるよ。そう。あ、そうなんですね。で、それでこうなんかスケートを始めて、うん、なんかどのあたりからこうなんかプロじゃないけど、こうなんかやっぱその競技としてこうなんか本格的になんか本気度。本気度？はい。本気度は18ですね。18歳の時。18歳です。ほー。え、それ何きっかけだったんですか？ 18 の時は、はい、あの、初めてのオリンピックが19で。あるんですけど、え、ちょっと待ってくださいね。18で本気でやろうと思って、はいはい、1年後オリンピックなんですか？そうです。あ、本気っていうか、なんとなく、それまでは、なんとなくやってた。はい、ちょっと待ってください。いや、天才じゃないですか。違うんですけど、はい、あの、まあ、中学校1年生ぐらいか。ちょっと待って、中1だったかな。はい、初めて国際大会に出て、はい、で、まあ、ジュニアっていう、その時はノービスっていうクラスだったんですけど、ジュニアっていうもう一つ次のクラス。はいはい、で、まあ、その ジュニアに行くようになった時に、まあ、期待はされるっていうか、うん、この子出てきたみたいな、うん、でされてたんですけど、別にそのすげえ目標があるわけじゃなく、はい、まあ、やってたんです。ただただやってて、はい、もう楽しくやってた。そしたら、まあ、ジュニア2年目で、まあ、世界ジュニアっていうのを初めて優勝して、でもうシニアに上がったんですけど、はい、それもまあ期待はされてて、はい、されるでしょうなんですけど、僕の中では別にそのすんごいこう目指して、いや、なんていう、ちゃんとした目標で目指してたわけじゃなく、うん、なんとなくやってて、はい、でその18の時はそのオリンピックの枠っていうのが前の年の世界選手権で決まるんですよ。なるほど、なるほど。国の 枠、はい、枠数が、はい、でそれには最低2枠欲しい。本当は 3枠、はい、マックスもらえるんですけど、なるほど、まあ、2枠が欲しいっていうところだったんですけど、はい、その世界選手権出た時に、はい、あの、僕より上の、僕2番手で出た。ああ、なるほど。はい。1番手の人が怪我しちゃったんですよ。なるほど。棄権しちゃったんですよ、試合を。はい、で、僕は一人でその枠を背負わなきゃいけなかったんですけど。すげえな。あの、大学デビュー し、はい、しちゃったんで、18の時、あんまりこれやる気がなかったっていうか。別が楽しくなっちゃった。そうそうそう、別が楽しいっていうか、なんかもういろいろちょっと初めて、はい、岡山から大阪に移住して、移住っていうんですか。はい、で、なんかそれまで休みもなく、はい、過ごしたんですよ。おだけど休みがあったりとかで、ちょっとまあ大学のサークルとか楽しそうだな、はい、大学生活楽しそうだな、ええ、で何スケートしてんだろうって思ってるぐらい、すごいな、ちょっとやる気がなくなっちゃってた時だったから、ちゃんと練習できてなかったシーズンで、はい、だけどもうギリギリになって、でも若くかかってきてるじゃないですか、はい、でもや
っぱり危険だった、俺一人じゃんと思ったんですけど、やっぱり案の定ちゃんとできないんです。なるほどなるほど。そしたらオリンピックの枠が日本は男子一つになってたんです。へえ。でその時に初めて絶対オリンピック行きたいってなって、出た後に絶対オリンピック行きたいってなるんだ。自分で1枠にしたんですけど、その1枠俺が絶対欲しいって言って、そこからめちゃくちゃ頑張るようになって本気で。へえ。でそれがちょうど18ですね。うわ、めっちゃすごいな。ちょっとなんか出だしのスケールがなんかオリンピックが出てるから普通じゃないっちゃじゃないですよね。なんかそのいろんなオリンピック選手の、うん、こうなんかオリンピックに出るまでの経緯っていろいろあると思うんですけど、うんうん、ちょっとまた特殊っちゃ特殊っすよね。特殊かもしれない。いやだって若いし大学デビュー重なっていろんな人生の規定がこうなんか重なったタイミングで、でまあ一枠になっちゃって急に自分一人にこう、うん、日の丸がバーンって来て、ね、やったら、まあ、案の定いい成績出せず、その後、オリンピック出たいと、一枠なっちゃったし、みたいな。絶対行きたい。意外と、でもそれって結構ハングリーな性格ありますよね。ちょっとありますね。ありますよね。はい。なんか負けず嫌いは負けず嫌いは。ああ。それも昔から負けず嫌いはあったんですか？昔からあったのかな？あったんじゃないですか、記憶に。あんまりね、僕ね、その18より前の記憶ってあんまなくて。あんま人生が18から長されるままに。スケート始めてから、はい、まあ、自分でやりたいと言ったみたいですけど、長されるままに多分、いろいろやってたんで、はい、あんま記憶なくて。あ、でも、まあ、でもなんとなくわかるかもしれないです。うん、僕もなんかね、17ぐらいからかな、人生、なんか自発的に動き出した。うんうんうん、僕もなんか、あのね、その頃は反抗期が半端じゃなかったので、で、一人でオーストラリアに帰ったんですよ。日本が合わなくて。え、一人？え？そう、僕、もともとオーストラリア生まれのオーストラリア育ち で、で、12歳の時日本来たんですよ。家族で。12で来たんですよ。そう、12で来たんですよ。で、それで、いきなりもう、英語、あ、日本語ろくにできないのに、日本語の学校入って、うん、まあ、案の定いじめられて、で、言葉が通じないから、もう拳で会話するしかなくて、そしたら余計阻害されて、で、中学生活もなかなか友達できるまで1、2年かかって、で、やっぱなんか、どんどんアイデンティティクライシスっていうんですか、なんか自分が分かんなくなってくる。なんか日本人なのかオーストラリア人なのか分かんなくて、で、それが混乱を招いて、半端じゃない反抗期になっちゃったんですね。で、それで僕はお父さんとか親に相談して、ちょっとお世話一回帰りたいと。で、それで帰していただいたんですけど、その時に、その時一緒に住んでたファミリーに、完全に存在をしかとされまして、もういないようなホームステイ。ストレートに言うと親族なんですよ。あ、そう。おじの家に泊まって、で、お世話になってたんですけど、もうほとんど朝のグッドモーニングと夜のグッドナイトぐらいなんですよ、会話が。マジですか？それ以外何もなしです。何ですか？なんで？いや、もう俺も分かんないです。もうなんか、放置して、もう孤独にさした方がこいつ、なんか、ちょっと変わる、構成するんじゃねえのかみたいな期待があったのか分かんないですけど、まだこう、そう、僕は今となるとわざとかなと思っていて、うん、でそのおじも高校の教師やってたんですよ、うん、だからなんかそういう扱いも多分上手なんだろうなと思っていて、でまあそれでその時に俺の話ばっかりでしょうがないですけどなんか1年間毎日学校行って帰ってきて、宿題して夕日を見るためにカヌー出してめっちゃメヘラってか、なんか、エモってたんですよ、俺。一年は、夕日を見る。夕日をそう、見るっていうのを毎日やってた。それが17の俺で、毎日人生とは何ぞやっていうのを、星空見ながら、こうやって、カヌーで、こうやって、俺はなんで生きてんだろうな、みたいなのを17の時やってたんですよ。早くないですか？早いっすよ。それが、なんか、自発的に人生動き出した頃。あ、最初が夕日なんだ。そうそうそう。何すごいかっこいいことやってるいやもうそういう人生でしたよ俺も。へえ。17、18ぐらいから動き出すんですよ、ね、ですよね。あ、なるほ
何の話してる。いや、だからそれで、あれですよね。18でオリンピックに本格的に、スケートのキャリアは本気だったっ。初めて目標を持った。はい。から本格的にスタートしたのかなと。なるほど。そう、一枠を取るためには、それも世界選手権。一枠になっちゃったから、はい、次のシーズンなんですね。オリンピックシーズンに入って、それが年末の全日本選手権っていうので代表が決まる。なるほど、なるほど。っていうので、そこまでで、なんとか頑張って、まあ、ポイントだったり、まあ、いろいろあるんですよ、その選考基準っていうのが。はい。で、まあ、やっと行けることになったんですけど。すごいっすね、それ。いや、でもめっちゃその年から、こう、シニアに上がってから、まあ、3年ぐらいくすぶってたんですけど、はい。その、初めて目標を持ってから、やっと試合で成績出るようになって。じゃあちょっとしたなんかあれですか、なんかある意味スランプじゃないけど、うん、こうなんか努力があまりこう形じゃないけどにならない期間もあってありましたってことですか。シニアに上がってから3年はもう本当そのスランプってやつだったと思うんですけど、あと何ですかね、なんか壁、シニアに早く上がったから、はい、15、6歳、5歳か6歳ぐらいだったんで、でもなんかトップの人たちと一緒に世界で試合とかするんですけど、同じステージですもんね。違いすぎると思って。フィギュアってなんか僕あんまなんかすごい詳しい方そういうわけじゃないんですけど、うん、なんかやっぱそういうイメージありますもん。すごい若くしてキャリアが始まるじゃないですか。始まりますね。で始まるし、そのなんか若さに対してのしかかる責任のなんか大きさとかなんか重たいじゃないですか。重いものを背負ってるじゃないですか。そんな早くからキャリアを。確かにそうっすよね。だから俺それすげえな。でもやってる時はあんまりそういう感覚ないですよ。ああ、やっぱそうなんだ。上見てるんで。はいはい。まあ、自分がこう逆に上になっちゃって下から来る時の方が、なんかそういう感覚とかはあると。ああ、なるほどね。とりあえず、ね、上を目指すしかないから、目指していってみたいな。こう大勢の人の前に出て演技するのは全然抵抗とか緊張はなかったですか？ちっちゃい時からやってるから、普通の感覚になってくる。それは普通ですけど、はい、まあ、僕がやってた時にそんなにフィギュア人気じゃなかった年で、なかった年代で、はい、まあ、それこそトリノオリンピック行こうかとかってなったんですけど、まあ、慣れなんだろうね。でもなんか、まあ、あれですよね、多分、わかんない。僕勝手なあれなんですけど、なんか仕事じゃないですか、ある意味一種の。仕事っていう枠のうちの一つだよねみたいな感じなんですかね、うん、なんか仕事でも仕事っていうあれでもなかなかないですね。なんかほんとちっちゃい時からやってるから。そっか、何なんですか、当たり前なことで。でも独特だ。お客さんがいっぱいいる方が楽、なんか緊張していいんです、やりやすい。ああ、なるほど。なんかね、パラパラいる方が人に感じるんですよ。ああなるほどね。人として認識だってバーって埋まってると景色になるから。はい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 。でもね、その熱量が食ってくれるから、はあ、こう盛り上がる。で、それをなんかこう、わかんない、アドレナリンみたいな。アドレナリンだったりとかするから、逆になんか本当に、あんまり海外とか結構パラパラだったりするんですよ。日本はすごい人気だったりとかしてるんですけど、はい、大体海外とか少なかったりするんで、そこの方が変な緊張感高くて。なるほど、なるほど。へぇ。でもさっきちょっとスランプっていう話あったじゃないですか。なんかそういう時って、多分まあその若かった頃だけじゃなくて、多分キャリアを通じて、やっぱ浮き沈みって当然あるかなと思うんですけど、そういう時期ってどういうふうに乗り越えるっていうと、あれかもしれないけど、どういうプロセスを踏んでます、いつも。一日もただもうなんかなるようになるみたいな形なのか、いやもうなんか釣りがこれを意識してあれを考えてちょっとブレインストーミングして計画練ってなんかいろんな多分手法って人ってなんかいろいろ取ると思うんですけど、大地さんどういう感じなんですか。思えばスランプだったっていう感覚で、別にその時別にスランプだと思って過ごしてないっていうのが。ああ、なるほどね。あって、しんどいなとか思った。別にでも、やりたくなかったらやらなくていいじゃんって、自分で決めたことじゃんって思うから、なんか、じゃないですか。やっぱさ、違うね。作りが違う。わかんないけど。作りが違う。だから、そこってさ、なんか、僕の家庭
理解度なんですけど、だから多分意外と深いところで大輔が結構考えてると思うんですよ。考えて、どうなんですか、ね、でも浅いところでこうなんか重くしないのかな、してないのかなっていう、してない、あ、してないですね、なんか、うん、でも悩んでも、はい、解決しないじゃないですか。そう、そう、それ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 そうなんですよね、はい、悩んだって解決しないですよね。行動するしか解決しない。そう、そう、前進むしかないから、進むしかないから、そう、もうスランプだなと思ったら違うこと試してみたり、はい、はい、はい、でもなんか違うこと試したらそこで発見があって、ええ、あ、今の俺にはこっちが合ってるのかなとか、なんか結構考え方をシフトさせるっていうか、はい、180度意見を変える、うん、観点も変わりますもんね、うん、見方がね、なんか結構スランプに陥る人ってこうじゃなきゃダメみたいな感覚が多いというか、なんかそういうあれですよね、そういう答えを求める世の中はちょっとありますよね、うんうんうん、じゃないですか、うん、別に人それぞれだし、うん、まあ最終的にやらなくても やらなくても死なないし、はいはいはい、いやまあそうなんだよ、ね、本当にやらなかったら別にやめたらいいんじゃないって思ったらちょっと楽になる。そうですね、そうですね、だから極論はそこまで振り切れる、うん、あの覚悟はあるかどうかというか、そこまで視野に入ってるかって、そうかもしれないですね、かなと思って、ね、そうするとすごいなんか楽っすよね、白黒をはっきりさせてるっていうところですよね、うん、そう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 、でグレーグレーにしない、あ、でもグレーもいいじゃんと思って、おお、いや、すごいな。いいっすね、これ、うわ、深い。ある意味白黒はっきりさせないというか、はいはいはい、グレーはグレーであれですか、その悩む楽しさってどうですか。そう、でも悩んだことはもし、あ、まあでもあれですよね、まあ例えば仕事をしてる人だったら、はい、自分が悩めば、はい、後輩に伝えれることもあるかもしれないし、うん、ここで今結果は出ないけど、はい、どっかでこの経験が使える時が来るじゃん、みたいな風に結構思って、はいはい、じゃあこれをちょっと、あ、まあ、しんどい、あとしんどい自分に用意してるっていうか。いや、ちょっと作りが違うんですよ。用意しねるまで期待してなかった。しんどいのやってんだよ、みたいな。なんか変える、はいはい。と、それ面白いから、あれですか、でもそれはあんまりこう、なんていうの、パブリックには伝えたいわけでもないんですよ。自分の中で、そうですよね。なんか物語を処理して、ドラマをす、ドラマを作るっていうか。いやすごいな。なんか僕で、ね、そう、ちょっと振り返ってたら、やっぱ僕、その、カヌーに浮いてた頃、もう活躍してたんですよ。あの、なんていうの。だからもう本当にもう僕はもうその時期からもうやっぱダイスさんのキャリアってもうすごい動き出してて、でそうやってやっぱこうなんかいい時はいいし悪い時は悪いしみたいな感じ でそうやってこうとにかくそのメンタルのね、あのマネージメントっていうのをこうやりながらこう解決していくじゃないですか。だからそれってなんかそれ相当のメンタリティじゃないけど、なんか適応能力っていうんですか、うん、っていうのは多分これなんか大輔さんのみならずですけど、なんかどのアスリートで、うん、アスリートだけじゃなくて多分生きてる以上は誰にだって必要な能力だなって思っていて、すげえな、ちょっと感動しちゃってる。まず僕がよくやるのは、はい、あの表で言っちゃダメなんですけど、はい、自分の中で人のせいにしまくるっていう。ちょっとダークな。これは表によってせいにしたら、それは違う話だ。え、例えば誰なんですか。いや、何ほぼ周りの人全員ですね。なんか人のせいにするのは悪いことじゃないと思うんですよ。まあそうですね、そうですね。自分で解決しできないから、人のせいになってるわけで。でも僕はね、似たプロセス踏んだことあります。なんか。あります。例えばなんかじゃあトレーナーのキャリアでうまくいかないときに全て周りの要素のせいに一回してしまうんですよ、うん、でそれをする中で急にどん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 あのすればするほど矛がどんどん俺に返ってくるおめえじゃんみたいな、それで俺でしょ、ごめんなさいっていう時期がどっかで来るんですよね、タイミングで。来ます来ます。一回出すっていう、一回毒抜きをね、はい、毒抜きして面白いっていうのはよくやってます。あ、でもそれが面白いかもしれないですね。人のせいにして、はい、変わってそれを回収するっていう。自分が変われば、はい、なんかあ結果最終的にだって自分が変わらないと何も変わらないですよね、うん、それはそう思いますね。それはそうです。自分を変えるのが一番簡単、はい、かなって思うんで、
人変えるのってめっちゃ難しいよ。人変えるのはね、でも自分変えるのも超難しいじゃないですか。だって恐怖とか不安とかさ、なんか勇気いる、それそうなことじゃないですか。まあでもな、確かに難しいですよね。でももうそういうやつだよって。まあそう、だからそこですよね。そこの気づきですか。なんかその恐怖とか、なんかこの怖いとかってできると思うから、はい、恐怖とか怖いとか乗り越えると思うから、思うと思うんですよね。だからできない、乗り越えないやつだと思えば、そんなに怖くないから。まあ、やらなきゃいいってことですよね。やらなきゃいいし、まあ乗り越え、まあそれぐらいのやつだろうし、俺、思ったら、まあとりあえずやってみっかみたいな感じに、ちょっとシフトしたりとか。これなんだろうな、これ僕勝手な、あれ、偏見に聞こえちゃうかもしれないですけど、やっぱそのオーストラリアというバックグラウンドとか、その海外育ちというバックグラウンドから、僕が見て、受けたなんか日本に対するなんか第一印象が、まずファーストリアクションが消極的だなっていうのをすごい感じてたんですよ。なんかやらない理由を最初に探しちゃうよなっていう。なんとなくわかりますよ。だからこれもうあの賛同できなくてもいいんですけど、なんか俺が勝手に受けた印象がそれで、でそれをこうなんか受けてたんだけど、でもそうじゃなくてまずやってみてそれでわかる話が多いじゃないですか。多いですね。はあ、やんないと分かんない。いや、そうなんですよ。ちょっと話のスケールがだいぶあれ変わっちゃうんですけど、よくあの恋愛で悩むお友達が、レイシー誰か紹介してって聞いてくるんですよ。うん、でも、僕紹介ってなんか、結構重たくないね、責任が。重いですね。でも、その人がもしすでに、こうなんか、あまあなんか、誰かを探す、こうパートナー探しを行動に移しているんであれば、それを応援するために、まあ、いいかなと思うんですけど、なんかそれ一択でこう、ね、丸頼りされると、うん、いや、ちょっと違くないって。確かにね。なんとなく、なんかそのスケールめっちゃ下がってるけど。いや、そういうのを、こうなんかやっぱ自発的に行動して、それトライしてダメだったら、まあビジネス以外でトライアンドエラーってよく言うじゃないですか。うん、そのトライアンドエラーのところで言うと、エラーって結果で、トライはやっぱやってみなきゃわからないっていうところの、その、精神論は頭で分かっててでもアクションに起こせないっていう、そこをもっとこうなんかもっとや動けばいいのになっていうのはすごい勝手に思ってる自分はあるんですよね。思いまして、それで、はい、なんかたまたまそれこそ YouTube 見てたんですけど、はい、その日本人の遺伝子に組み込まれてるのが、なんかその心配症がっていうなんか脳だったかな、遺伝子だったちょっと忘れたんですけど、はい、めちゃくちゃ多いんですって。80% ぐらいがその心配症というか不安を感じる遺伝子が書いてるんですって。へー。日本人？日本人が。日本人だけなんですかね、それ。そう、日本人がめちゃくちゃ多いんですって。へー。これなんかちょっと調べていいですか？そうそう、誰か忘れたんですけど、へー、多いらしくて、だからサッカーとかの時に、瞬時に判断しろっていうトレーニングをしたとしても、瞬時に判断できないんですって。あ、そうなんですか？海外の方は瞬時にパパッと判断できる。逆に、こうだったらこういう、動きをしろっていうのを、はい、なんかこうやっとくと判断をすぐできるんだけど、それが 0.0 コンマ何秒ぐらい、その、まあ、海外の方と日本人と比べるとズレがあるから反応できないって言って、だから結構不安だったり心配事が多かったり、はい、やっぱちょっとそっちがその分なんか勤勉、不安がめちゃくちゃ真面目にやるっていう、こいつしっかりと組み込まれてる、めっちゃ面白いです、聞いてああと思って、それを見てから、それを見てから、あ、俺も確かに急に言われたら反応できないから、はい、ちょっといろいろ想定しておこうかなとかは思うようになって。あ、で心配性なのは、あ、もう遺伝子レベルでそうだから仕方ないと思うようにしたらちょっと楽になった。なるほどね。いや、これみんなへの助け舟ですね。日本全国を助けるね。へぇ、すごい面白いですね。あ、そうなんですね。遺伝子か。遺伝子不安脳だったかな、日本人遺伝子不安で出るんですかね、日本人と不安っていうのが出てきましたよ、新潟市医師会、こう面白いですよ、あ、文字多いっすね、まあでもまあいや、そういうのあるっすね、なんかでも本当わかんないですよ、はいはいはい、いやでもそれはすごい面白いですわ、それ聞くだけでちょっと楽になるっていうか、うん、まあそれはそうですね、楽になりますね、だから開けてますよね、なんかその感覚を。じゃあ、まあでも多分そういうことですよね。だから海外とかだったらもう、いや、やってみなよっていう、こう背中押しがすごくね、子供の頃から幼少期からずっとあるんで、だからそれは、
そうね、そこに僕はちょっとしたカルチャーの違いを感じましたけどね、うん、へえ、面白い。っていうこのなんか話の延長線のところで、やっぱそのキャリアの中での、やっぱハイアンドローじゃないけど、やっぱ大輔さんといえば、多分ローのところ、うん、一番ハイライトってやっぱ多分怪我の話になるのかなと思うんですけど、意外に違います。ローじゃない。怪我は、はい、その前の年がローで。あ、なるほど。その前の年がローなんです。前の年がなんか、まあ、すごい良かったんですよ。はい、よくて、これ以上何したらいいのか分かんなくて、はあ、どこを目指していけばいいんだろうみたいな、ある意味なんか一つの天井にこう天井にっていう感覚、なんか当たる感じ感覚で、うん、まあ、そのままストレートには取らないでほしいんですけど、はい、いやいや、もちろん、まあまあ、感覚的な、感覚的にね、なんかどうしていったら何をこう変えていったらいいんだろうとか思っていた時期で、はい、でまあその時たま海外のコーチについてたんですけど、まあ、ちょっといろいろあって解消することになって、結構全部きっちりこうプランニングして、練習の仕方とかだったりとか、全部やってくれてたんですけど、それがいなくなって、自分で考えなきゃいけなくなって、何したらいいのか分かんない、プラスアルファ練習も自分でトレーニング方法を考えていかなきゃいけないとか、なんかそういうのが相まって、なんかすごい嫌になってた時期があったんで、怪我した時に、このシーズンしなくて済むと思って、ほっとしたんですよ。休めるんですよ。あ、そっちだったんですね。そう。へぇでも実際怪我したら、大怪我したことなかったんで、はい、あ、これやべえやつじゃんと思って、はい、手術した後からはマジでやばいと思ったんですけど。はい、これ結構、僕、まあ、ほら、今トレーニング一緒にこうやってて、そ、怪我した瞬間の話をちょっと聞きたいなと思ってて、ただそれってあんまり公に行く詳細に出てないのかなって、なんか調べてもなんか練習中にっていう表現で、多分映像にも残ってるわけでもないし、その当時ってどういうあれで練習、試合の出発の3日前とかだったんですけど、はい、まあ、試合の出発前なんて追い込みとかをやる時で、でもなんかそのやっぱりこうメンタル的にこう上がってなかったので、あんまり練習に身が入ってなかったんですけど、はい、でもそんなに試合近くがやばいと思って、めちゃくちゃこう急に追い込んで練習をして、はい、でその時に誰か振り付けの人が来てたのかちょっと忘れたんですけど、はい、手直しみたいな感じで来てくれてて、まあ、やっとこう調子も上がってきて、はい、でめちゃくちゃなんかアドレナリン出た感じの練習をしてた時に、ジャンプの着地した時に、はい、なんか痛っみたいになったんです。着地の瞬間に、着地した瞬間にプチンみたいな聞こえたんですか、うん、前十字靭帯ですもんね。プチンとは聞こえなかったんですけど、なんか踏ん張ったんですよ、はい、痛ってなって、やばいと思って、まあ、ちょっとこういうのから上がって、はい、住んでたんですけど、アドレナリン出てるから、はい、練習しなきゃ調子いいし、はい、3分ぐらい休んで、はい、もう一回普通に練習してたんです。え、その時できたんですか。やってました、やってました。いやー、すげえ。で、その金曜日だったんで、土日休み、土曜日か、あ、じゃ金曜日だったんで、はい、土日休みだったんです、はいはい、だからそのまま遊びに行く予定で遊びこうしたいなと思って、はい、まあ、引き詰めながら行って遊んで、で次の日、まあ次の日治るだろうみたいな、はい、次の日も枯れて足つけねえしみたいな、はい、でもなんかこのその時に靴をちょっと修理しないといけなくて、はいはい、まあ、そのまま持ってったら、はい、こうやって足引きずってるから、お前どうしたみたいな、その靴やってくれる人、これ痛くてみたいな。え、それやばいんちゃうんですか。やばいっすかね。やばいかなと思って。はい、で、まあ、次の日になった時にまだ治んなかったんで、これはやばいなと思って、トレーナーさんに電話して、はい、ちょっとやばいっすねみたいな。はい、で来たら、なんか顔がどんどん曇っていって、これやばいかなみたいな感じで、で、まあ、日曜日だったんで、なかなか見つからなかったんですけど、はい、まあ、見つけてもらえとったら、切れてますって言われて。え、ACL ですよね。ACL。前十字靭帯。はい、いや、よう2日間ほっとけましたよね。遊びたかったんです。いや、すげえな。遊びが痛みを超えるって相当っすよ。すげえな。遊ぶため、当時遊ぶために練習してたんで。すげえ。うわー、すごい話ですよ。結構あんまりアスリートっぽくないですよ。多分。いや、いろんな意味でアスリートだと思いますよ。あ、アスリート。すべてにおいて本気が、やりたいことに対しての本気度がもう度を超えてるんで。確かにそうだ。すごいっすよ。真面目なタイプではなかったんですけど。ああ、
すげえ。ですね、そんな感じでした、ね。だってサッカー選手、僕サッカーなんですけど、サッカー選手なんかもう前十字一発で分かりますよ。分かります。もう激痛すぎてもう単価ですもん。あ、でもそれぐらい痛かったのは痛かったです。だって初の大怪我ですもんね。初の大怪我。だからそれも、初めましてにしては、そんな冷静でいられるのもすごいですよ。いや、なんか、だから痛かった瞬間もう本当に、すごい頭血に上ってたぐらいだったんで。え、だってなんか繋がってないっていう感覚なかったですか？分かんなかったっすね。僕去年の10月、なんか話したと思うんですけど、サッカーの試合で、PK もらったんですけど、キーパーにこう足わーって。で、その時に、内側の MCL 内側側副靭帯と、うん、あとは後十字前十字の後ろの靭帯、うん、両方切ったんですよ、同時に。その瞬間にもう、あ、これ繋がってないっていうのが分かったんですよ。マジっすか。でもアドレナリン出てるんで、あの痛みは全然来なくて、まあでも大丈夫っしょっていう同じ感覚だったんですけど、なんかチームメイトに鼓舞されて、もうボール渡されて、いやもうレイシーが取ったのが蹴れって言われて、え、この足でって頭の中で突っ込んだら置いて蹴って止められかけたんですよ。でも力も入んないし、もうテロもう本当テロテロっていう感じてたんですよ。で、その3、4時間後ぐらいですかね、大会終わった後に痛みが一気に走り込んできて、で、あ、これやばいやつやつって次の日病院行ってスキャン取ったら切れてます。でもなんかその対人だからじゃないですか、余計自重なんで。そうですよね。多分まだそこまでだったのかもしれないですけど、はい、いやでもすごいすごいな普通にすごいわでもそこがローじゃないですね。そこがローじゃないですね。大さん的に一番のローはどんな。一番のローは2014年に引退したんですけど、はい、その後半2年ですね。2014から12、13、その前の2年か、うん、前の2年ですね。あ、スケートのローはそこ。スケートのローはそこ。え、スケートじゃないローは、スケートのローはそこで、スケートじゃないローは、はい、2016、15、16とか。あ、じゃあもうほぼ近いところで、なんか、ドミノ倒しじゃないけど。そう、引退した後の、はい、まあ、2、3年と、はい、引退する前の2年。あそこですかね、一番人生の、今のところのローは。一番のローは。それどう話せるんですか。あ、全然。どんなローでした。なんかにそのじゃあバンクーバー終わって、はい、もう次の年のが世界選手権が東京で行われるって、はい、元々でもバンクーバーでやめようと思ってたんです。だけどまあ東京でも世界選手権あるし、やっぱり出たいし、はい、でなんかこうまあ復帰してから、はい、リハビリから全重力引きっていうか復帰してから、はい、初めてそのオリンピックがバンクーバーオリンピックが一番試合感があったっていうか、うん、もうちょっとこれ感じたいっていうので、はい、次のシーズンやろうと思ったんですけど、はい、まあ、そこでボロボロしちゃって、はい、でなんか一気にこうなんかメディアの人がこうスッと離れていく感じ分かります。あ、分かる分かる。周りの人がみんな、あ、もう終わり、オワコンだなみたいな、あ、積んだみたいな感覚があって、はい、まあでもそれ嫌だなと思って、これまだオワコンにはなりたくないっていう感覚があって、なんかそこでなんかコーチとかも誰とも相談せずに、はい、インタビュー中にそっちまでやりますみたいなこと言っちゃったんですよ。ああ、すげえ言っちゃって、もう勢いっていうか勢いで言っちゃって、はいはい、言っちゃったからやめられないじゃないですか、はい、言ったから言ったからには。でまあ次の年すごい良かったんですけど、まあ下からも出てきてて、はい、なんか評価されなくなってきたなっていうのをちょっとやっぱ感じるんですよ。あ、で、まあ、自分でもできてないなってのもあるけど、できた、できて、すごいできたと思っても あんまり評価されにくくなってきてるなって、はい、どんどんやっぱ続いてたら、はい、自信もなくしていくし、はい、でもやるって決めたのが自分だし、うん、ちょっとそのさっき一番最初に言った話と全然逆の自分だったんですけど、決めたかなってそれに縛られてて、はい、でもやらなきゃいけないし、でも調子上がらない、やらなきゃいけない、うん、調子上がらないで、うん、どんどんスケートやるのってって、結構メンタルの影響がでかかったんですね。なんか体っていうかメンタルが一番メンタルが、でまあ怪我、膝のやつの、うん、まあ、後遺症みたいなのもあるじゃないですか、はい、とかもあったり、まあ、その最後のオリンピックの時なんか選考会の2、3週間前にまた怪我しちゃって、あ、同じあの前十字じゃないですけど膝怪我しちゃって、練習同じ右膝ですか。右膝でも痛くて練習できないけど、ああ、もう12月出ないと東京にはいけないし、ああ、ってなんかちょっと追い込まれることが、何やってもうまくいかない、ああ、でも続いて、その感覚わかりますわ。
でまあオリンピックも、はい、最後のオリンピックもなんて言ったらいいですかね、試合の時ってこう自分を鼓舞して、はい、こう戦ったりとかっていう感覚が必要じゃないですか、はいはい、そう戦うぞっていう、この闘争スイッチですよ、闘争スイッチ。でも途中で気づいて、あ、このままいったら俺体力持たないなと思って、へー、本番2分50秒と3分40分4分か、はい、4分半だけ戦おうと思って、それがもう無状態ですごすぐらい本当にエナジーがなくて、はい、でまあオリンピック終わったらもうちょっと休んだら気持ち戻るかなと思ったんですけど、毎週とか決まっててやっていくんですけど、まあ気持ち戻んなくて、もう無理だな、続けられないと思ってやめたんですけど。あ、そうなんですね。でもやめたのもなんかやりたいことがあってやめたわけじゃないから、うんうん、ただ持たないからやめた。はいはい、なんとなくの限界じゃないけど、うん、なんか感じて、でスケートもしたくない、うん、どうやったらスケートしない環境に行けるのと思って、はあ、じゃあニューヨーク行くって言って、はあ、行ったら何もないじゃないですか、はいはい、だからなんかまあ語学留学とか言ってて、はあ、ただやりたくないから向こう行ってって感じです。え、ニューヨークはどれぐらい行ってたんですか。ニューヨークは8ヶ月ぐらいですかね、結果。でもなんかスポンサーさんの仕事が残ってて、なるほどなるほど、帰ってこなきゃいけなかった、はいはいはい、本当にスケート靴持って行ってこなかったんですよ。へえ、本当にもうちょっと縁切ろうみたいな感じで、本当に本当に嫌だったんで、はあ、持ってくよねとか、まあ、マネージャーさんとかもさ、はあ、仕事なくなるからさ、はいはいはい、まあ、ショーとかを入れようとするんじゃないですか、はあはあ、でも持ってかないですよみたいなマジで持ってかなかったんですけど、超絶楽しくなってきた時ぐらい、はあはあ、スポンサーさんのお仕事で帰んなきゃいけなくて、ええやっぱ日本の生活の方が楽じゃないですか。まあそうですね、そりゃそうです、ね、そしたらそれまでこうモチベーションがあって、あれで帰ってこなかったら多分3、4年は行ってたと思う。へぇー、帰ってたら、まあ、そこでやっぱり怠けちゃって、はあはあ、あの楽な方に逃げちゃって、まあ、そうですね、はあ、日本に戻ってきたんですけど、はぁ、あ、めちゃくちゃ面白いですねすごい喋ってる、すみません。いや、めでもすごくめっちゃ人間味を、なんか、すげえローな感じじゃないですか、これ。めっちゃローです。すっげえローな話を聞けてるっていうか。すごいな。だから、ある意味、一回ちょっとしっかり離れるっていう期間も、うん、やめちゃくちゃ大事っていう。大事だと思いますね。7、8歳からまたもうスケートばっかりの人生ですもんね。そうっすね。だから、そりゃそうですよ。マジでそうっすね。でやっぱその8ヶ月でやっぱ必要だったというか、多分今までで自分にとっても一番いい投資になった感じあります。なんかその時間的な使い方とか含め、今思えば時間的な使い方は最悪ですね。ああ、はい最悪だなと思って。最悪なんだ。まあ本当に、しかもニューヨークに行ったんですけど、はい、向こうってもうなんかすごいじゃないですか、目標を持った人がいっぱいで、すごいそう、サバイバルじゃないですか。熱いっすよね、うん、そこに何の目標もない、ただただ逃げたくて行ったやつが行くとなんていうの、もう生きてるだけで罪みたいな感覚になってて毎晩飲んだくれて、ほぼ記憶なかなくて、夜中3時ぐらいなの、なんかデリーとかのバーガー食って毎日学校行ってとかやってたんですけど、はい、まあ、友達とかはできたんでよかったですけど、あそこで学んだのはただただ楽しむって全然楽しくないなと思って。そう、そう、それで多くの人言いますよね、うん、それ。ああ、それすっごい、わあすごい。なんかやってて楽しいことがあるから楽しいんだなと思っちゃって、はあ、まあそういったいろんな、あ、自分ってまあやっぱ最悪だなとか、はあ、なんか落ちまくれたんで、はあ、すごい良かったなと思います、経験として。まあ、しっかり落ちれるとこまで落ちたなっていう。落ちれるとこまで落ちて、あ、でもその後もやばかった。とりあえず1回落ちました。1回落ちました、もうしっかりメンタル、うん、まあそこきつかった、普通に真面目にきつかった。あの、はい、そのスケートやってる時から引退してニューヨーク行くまでは、はい、まあこういう下りですね、はい、そこからまた下るんですけど、さらに下るんだ。そうですね。どう下るんですか。それはで、ね、日本に戻ってきて仕事を始め、もう何でも分かんないから、何があるか分かんないから、ええ、とりあえず仕事をやろう、ええ、でなんかオファーいただいたもの全部やろう、はい、って感じでやったんですけど、まあ、あのテレビのお仕事とかを、ええ、まあ、キャスターみたいなのをさせてもらったり、はいはい、あの普通にちょっとあの、まあ、フィギュアスケートに関わったりとかだったんですけど、
まあ、苦手だなと思ったんですけど、だけどやったら本当に苦手だよ。そうっすか。あ、こういう感じでインタビューされる。あ、こういうのはないのか。いいんですけど、こうやってこう、こっち向いて、あー、で、これで、はいはい、短い尺で感想をまとめるみたいな、はいはい、マジ長い話は好きなんですけど一緒です、一緒くらいじゃないんだよ、そういう、そうそう、ゆるくなかなかね。そう、で、なんかもう、はい、生だったりとかするんで、もうこの10分でやらなきゃいけない、尺の中で、はい、たりとか、あとスポーツがね、僕本当に興味がなくてスポーツしてるんですけど、はい、興味がないっていうか、あの生で見るのはめちゃくちゃ楽しい、どのスポーツ、はい、だけどこう意欲的に見るとか、のまあリサーチしたり情報収集しなくて、どっちかっていうとあの舞台だったりとか、はい、ダンスだったりとか、はい、そっち系がやっぱすごく好きで、はいはい、でもなんか一番最初にやったのがそのオリンピックのスポーツのキャスターだったりとかリオオリンピックでいらっしゃったりとかしていろんな競技入ってるからね、本当に知らないルールで、はいはい、アスリートの知り合いもいないし、はいはい、でもね、もうなんかどうしたらいいか分かんないけど、最初のがちょっとヤバすぎて、はい、もう何トラウマ、おー、はい、ってなっちゃって、はい、いい経験だったんですよ、はい、ありがたい経験だったんですけど、トラウマになっちゃって、そっからどう仕事しても全部トラウマで、手汗かいて iPhone が反応しないぐらいカチカチになるんですよ。え、もう 手がですか。でこうカチカチカチって言うんですよ、これで、ここが、とか、すごいな。インタビューしたら、はい、耳が聞こえなくなってくるっていうか、インタビューするか、でも例えばこういう感じ質問して答え聞かなきゃいけない、入ってこないわーってなって、はい、とか、まあ、こうやって例えばここで、ちょっと僕が回してみてくださいとかってなった瞬間に僕なるんです、まだ、はい、へー、あ、未だにですか。未だになってわー、ちょっと回してもらってもいいですか。すげえな。ちょっと体になってきて、なんかこう自分が頑張れるっていうか、乗り越えようっていうか、体も反応し始めちゃったんです。そう、ものと本当に頑張ろうと思ってもそうならないものってあるわけで、まあ、気づいたんですけど、から良かったんですけど、はい、その時にもう自分にこう攻めまくって自信もどんどんなくなって、やればやるほどなくなっていくし、顔色の表情も悪くなっていくし、それぐらいからですかね、あのお酒飲んだら切れるっていう感じで新しい性格が出てきて、新しい性格が出てきて、っていうのが 2,3 年続いて、あ、すごいですね。何、いや本当にあの時やばかったですね。はあ、ちょっと自分を責めまくってたっていう。わ、すごいですね。なんかすごい独特というか、なんかもうその当事者じゃないとわからない、うん、すごいですね。だからやっぱでもそう、これね、もう僕このポッドキャストやる一つのなんか理由としてもそうなんですけど、やっぱみんないいとこばっか見て、うん、その表、まあ、表のこのキラキラっていうとこばっかこうやっぱ見ちゃうから、そこのイメージが、うん、ある意味一種のブランディングじゃないですか、うん、じゃあそこの裏での努力とか、その人が一人の人としてどういうこう、辛いことを経験してるかとか、どういう精神的な状態でいるのかとか、うん、いろんなリアリティな、ほんとリアルな現場でいろんなことが起きるじゃないですか、うん、 そうですね、でそこを何て言うんだろうな、見落としちゃダメよね、うん、そこも含めて見てほしいなっていうのが、なんかやっぱトレーナーやっててもそれをすごく感じるんですよ、うん、やっぱ確かに、じゃあ例えばメダルを取ったその瞬間はすごい輝かしいって、うん、そこだけ取り上げられてもさ、それに至るまでの4年間があるわけだし、ウサイン・ボルトでさえ自分が 9.4 秒走れるまで4年間かかったっていう、でもみんなそれを知らないで、そういうところをなんていうのは見落としちゃうから、例えばダイエットにせよ、こうなんか短期間で大きい成果を求めてしまうっていう、なんかそういう心理に入りやすいじゃないですか。だからなんかもっとこう、いや、もっとそん なんか甘くないぞと、やっぱ生半可な努力じゃやっぱ目指したいところとか、達成したいものは達成しないんだよっていう、もっとリアルなメッセージでどう伝どういうふうにしたら伝えれるのかな。でも本当継続しかないですよね。いや、そうですよね。本当に結果を出してる人は継続してますもんね。いや、そう、そうそうそう。
すぐ答えを出してないと。いや、だと思います。でもなんかね、結構海外の選手とかもそうなんですけど、なんかやっぱ同じ質問で結構されるじゃないですか、うん、この成功の鍵って何ですかみたいな、こうありがちな質問あるじゃないですか、うん、そういうのに、いや本当に成功のなんか分かる形を知ってる方って、うん、失敗を知ってる人が一番成功を知ってるみたいなことを言うじゃないですか、うん、なかなかそれを理解するの難しいなって思うけど、でも、ね、そうだろうなって、なんか継続、結果をすぐ出すんじゃなくて判断が早くて継続できる人っていうのがやっぱ強いのかな。だから、ね、一言で言えないですよね、うん、なんかいろんな能力必要ですよね、うん、やっぱり切り替えの速さは、うんうん、はい、でもそれをなんか結果でもうやらないんじゃなくて、とりあえず今こっち違うのしてるよって、うん、また戻るとか、でもなんかその中には継続の中の切り替えだと思うんですけど、はいはい、結果求めちゃう人って結果で終わってもうゼロになっちゃうじゃないですか。そう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 、継続じゃないじゃないですか。そう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 、なんか継続しかないかなとか、なんかダイエットの世界なんかも本当そうですよ、うん、なんかダイエットはみんな短期間でいついつまでに何キロっていうのを決めつけて、うん、でそれでそのなんていうの、そのデッドラインが来たら、うん、もうなんか燃焼しきっちゃって、でそれでまあじゃあ痩せたら痩せたってなったら、それはショートスパンで考えたら短期的には達成して成功体験かもしれないけど、うん、リバウンドした暁にはそれでも失敗経験になっちゃうじゃないですか、その一瞬で、ね、で一回それでリバウンドして失敗を経験しちゃうと2回目の足が重くなるんですよ、うん、で失敗経験がとにかく積み重ねで繰り返してしまうと、どんどんやらないっていう方向に、うんうん、動いてしまう。だけど今大輔が言ったように、もうとにかく継続してやり続けること、うん、で柔軟的にこうなんか時には離れてもいいし、時には違うことしちゃっていいしっていうのは、うん、継続の一環としてはすごく必要な要素だから、うん、変わらないことは継続し続けることっていうところに変わりはないんだから、それはめちゃくちゃいいアドバイスというか、考え方はすげえ振り落ちる、僕は理解できるなと思う、うん、深っねっつって、ね、で目標ある程度の先の、はい、なんて言ったらいいですか、漠然としたこういうものがあって、はい、近くに目標をつけるとやりやすいけど、はい、なんかすっごい大きい目標が近すぎる、はい、じゃあ終わりの目標が、はい、じゃあ、ね、目標として終わるものが近かったら、はい、やっぱちょっとね、そう、その先、そう、60まで、はい、70まで体をキープしたいとかって、はいはいはい、でダイエットスタートしたら、はい、まだね、なんか23の子が70までキープしたいとかなると、はい、長えなと思うからゆっくりしよっかなっていう風に考えるよねっていう、そうそうそう、心の余裕が生まれますよね、うん、でもなんかそれが短ければ短いだけストレスかけるストレスがでかいから達成させるために、うんうん、その代償もでかいじゃないですか、うん、その反応として起きる、うん、だからなんかその辺のバランスをこうもうちょっと冷静になって考えたら、やっぱ最終的に、ね、心の余裕っていうか、やっぱ大事っすよね。大事っすね。心の余裕、うん、一番大事だと思います。そう、心に、なんかね、心の余裕がなかったら体持たないっていうか、体動かないじゃないですか、心ができてないのに。だから、そりゃそうっすよね。だからさっきの話だってまさにそうじゃないですか。体が動かなくなったわけじゃなくて、心が動かなくなったから、必然的に体が動かなくなったっていうのが、すごくいい例だなって思う。やっぱなんかメンタルですよね、本当に。すごいな。年取ってくると、でもフィジカルも、はい、常にちょっと落としすぎたら、上げられなくなる、はい、メンタルも上がらなくなる。ああ、そうですね。若いうちは、これができるじゃないですか。ああああ、エネルギーあるからね。そうそう、エネルギーあるから。だからある程度、体があったら、体でメンタルがこう起き上がるっていうか、はいはい、っていうのもある気がする。ね、年齢が上がると、はい、若いうちはメンタルが大事だと思うんです。いや、それすごい分かります。なんか俗に言うなんていうのは、なんかいわゆる活力みたいなのですよね、うん、なんかすっげえ分かるな、ね、活力を体から作るっていうので、はい、なんか普段からある程度のベースをキープしてた方がいい、なんていうの、思考が保てる気がする。そうですね、メンタルが。だから全てを完璧にしようとしないことですよね、だからね、なんか、はい、自分の何状態を、うん、よく常にこうなんか天秤が天秤で持ちなきゃいいじゃないですか、うん、マストっていうのは、はい、メンタル絶対上、体は
両方とか絶対無理だから、はい、ここで一つ取れば、なんか、ね、あれですよね、なんかタイミングに合わせてこうちょっと揺れるじゃないけど、うん、ああそうなんだよな、頑張るときはじゃあまあ体頑張らんとこうみたいな、はいはい、そう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 、でもなんか特にやることないな、じゃあ体だけしとこうかな、別にやる気なくても動かしとこうかなみたいな、なんかあれですよね、だから自分の中のスイッチのオンとオフのつけ方とつけるタイミングを知るっていうか、うん、なんかそのマネージメントですよね、うん、それをミスっちゃうと多分ミスるんですよね。ミスる結局、うん。いやそうなんだよ。なんか結構なんかスポーツとはちょっとまた離れても、なんかやっぱ SNS とかの普及で、うん、やっぱこのなんか Z 世代じゃないですけど、なんか若い子たちって自分がどう見られるかとか、うん、そのボディイメージとかさ、うん、含めてなんかすごくこうすっげえこう繊細にこうなっちゃっていて、センシティブなトピックになっていて、うん、完璧を求めちゃうから結構なんつうんだろうな。こう極限なことを振り切った、うん、あのことをやっちゃってることもよく聞くし、うん、見るじゃないですか、うん、だからなんかそこのバランスっていうのをもっと、ね、余裕を持つっていうのは大事よね、大事だと思いますね、無理ですよ、そのずっと張り詰めてたら、いや無理無理、持たない持たない、だからやっぱ結局どんな突破していてさえ一人間だったよっていうことを、うん、そうですよね、これは皆をやっぱ覚えていてほしいね。これは僕はね、あのトレーナーという観点ではそれをすごく強く思ってるんですよ。だからどんなアスリートを指導しようが、知識技術どれだけそのトレーナーが優れていても、肝心ないや指導するアスリートも一人間なんだよと感情を持っているわけだし、そこを見落としてコミュニケーションっていうところを大きくミスっちゃうと、これはもうパフォーマンスをサポートしなきゃいけない立場としては大きなミスだよと、うん、だから僕はトレーナーはなんか知識いざ当たり前っていうか必要なものはもう大事ですけど、それ以前にやっぱコミュニケーションが何よりも重要であると思ってます。本当そう、ね、ちゃんとだってそもそも話聞いてくれないじゃないですかそうアドバイスをまず信頼関係の構築ですよね。そう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 、本当にそう、ね、じゃないとダメだと思う。でも受ける側もやっぱりお願いしたんだったら信じてやるって、まあそうそうですよね、そうそれはそう、こっちばっかりあれ、はい、あのトレーナーさんばっかりじゃなくて、はいはい、そうなんか両方がやっぱりなんか一方通行じゃないんだよね、うん、でもなんかどうしてもこうなんかどっちかが偉いっていうか、なんかマウントを取るっていう風習がやっぱまだ強いなっていうのがあるんで、うんうん、これはちゃんとこうなんか対等にギブアンドテイクじゃないけど、そうですね、そうだったら嬉しいなと思うんですけど、じゃあちょっと大好きな、なんかあの僕は個人的にすごい今あの大好きさんも、村本かなちゃんも一緒にこうトレーニングをね、はい、あの見させていただいているわけなんですけども、お世話になってますね、ありがとうございます、あのむしろお世話になってますし、そこでそう、大地さんの、その今ここまでのキャリアの中でいろいろ話した中で、やっぱそのソロとしての活動が多分メインだったと思うんですよ、うん、でそこでなんかそのソロからこうカップルっていうんですか、うん、あのまたそのかなちゃんとカップルをこう選んだから、そもそもカップルやるきっかけとか、うん、その中でかなちゃんと久保みたいな、そういうなんか裏の話じゃないですけど、うん、なんかそういうのちょっと聞きたいなと思って、はい、聞いてもいいですか？聞いてもらえないです。ありがとうございます。まず、その、まあ、ちょっとローだった時期があったっていう感じだったじゃないですか。はいはい、その時に、まあ、あの、なんていうのかな、まあ、そのフィギュアスケートに関わる仕事をさせてもらって、はい、まあ、その全日本選手権という試合を見てたんですけど、はいはいはい、あ、これだと思って、はい、このローから抜け出すにはこれだと思ったのが、現役復帰っていう。ところで戻るんですね。そうなんですよ、そこで戻るんですけど、はい、その時にいろんな契約の仕事とかもあったんですけど、はい、もう僕は絶対これは戻るしかないっていう、もう決めてた、はい、決まったんで、はい、その瞬間に、はい、こうやって戻りたいんですけど、はい、戻れますかみたいな、お仕事で確認できますかみたいな感じで、はい、でまあ立候補理解してくれて、はい、その向こうの方も、まあ大丈夫で。もう、まあ、うまく終わって、で、まあ、元気復帰することになったんですけど、ふと前降りたんですか、その元気復帰したいみたいな。そう、ふと、本当にこうやって、なんかで、なんだったっけな、コメントしてると、はい、演技を見ながらコメントしてるときに、はい、あ、これだと思ったんで、
へえ、そっか、なんかいいっすね。これしかないって思って、はいはいはい、いやもう自分も出たいみたいな、うん、出たいっていうか、なんか、まあ、戻りたいっていう感じ、もう自分に自信がなくて、はいはい、なくなってきてたんで、はい、自分に自信を取り戻せるのはこれしかないと思って、なるほどね、自分が一番知ってるものにね、知ってるもので、もうこれしかできないし、はい、これしかできない自分を受け入れられなかったんですけど、はい、やっとそこで受け入れられて、はい、もうそっからもう全然もう180度人間が変わったんですけど、はい、まあ、そこで元気復帰することになって、はい、まあ、復帰して本当に充実した毎日を過ごしたんですよ、はい、お帰りはなかったけどカレーとかじゃないな、はい、俺はやって性格的にやりがいよと、あの、そう、うん、自分がどう過ごすか、どうあるかが一番大事だなと思って、はい、お金は大事ですけど、はい、お金を目標にして頑張れる人と頑張れない人、はいはい、俺は頑張れない人だと思って、あ、素晴らしい、素敵QOL みたいなのがクオリティオブライフ、はい、で復帰してたら、まあ、その時にカンちゃんも解消して、あの、はい、元のパートナーとダンスを解消して、はいはい、でなんかパートナーを探してたんですって、はい、で、もともとカナちゃんがついてたコーチ、シングルの時、ソロの時についてたコーチが一緒の練習場でやってたんで、はい、ダンス興味ないみたいな、カナのパートナーでどうみたいなことを結構ほぼ毎日ぐらい後輩もらって、コーチの方から毎日アタックされてた、ダンスいいんじゃないとか、はい、シングル復帰したばっかですからみたいな、ええ、まあ、大好きですけど、ええ、競技とかみたいな感じだったんですよ。で、まあ、半分冗談ぐらいでしゃべったんですけど、なんかそこから、まあ、シングルソロ復帰してから2年目か、ええ、2年目の時に、あ、違うシングル復帰したシーズンかな、はい、だったかな、あ、そうそうそう、はい、の、まあ、全部の試合が終わった後の、1月ぐらいにカナちゃんからちょっと話があるんだけど、そういうのも話したことないですよ、カナちゃん。なんかすごい、告白みたいな。何とりあえず会いに行ったら、アイスダンスやらないっていうことをカナちゃんが、はい、できて、えみたいな。いや、あなたオリンピアンだし、僕アイスダンス初心者でも、その時年齢33とか、なんか、はい、まあ、スケーターで言うとだいぶもう年齢が上がるんですよ、うんうん。分かってるみたいな。ちょっと頭おかしいんですかみたいな。感じだったんですよ。考えたっていうね。ちゃんと考えてる、はい、いや、でもなんかやりたいと思ってて、でもまあちょっと待ってね、はい、ちょっと守るものがいろいろやることがあって、ええ、まあそれこそ、まあ、かなちゃんだったらオリンピアンなんで、はい、オリンピックを目指すぐらいまでレベル上げなきゃいけないわけじゃないですか。そうですよね。いや無理だろうっていうのもあったし、うん、本当にできるのかっていうのもあったし、はい、半年ぐらい考えたんですけど、はい、まあその間にパートナー見つかったりしてて、探してね、うん、パートナー探す活動してねみたいな感じで、はい、あ、分かったとかって感じだったんですけど、半年後ぐらいに、まあちょっとトライアウトして、トライアウトして、僕は楽しそうだ、楽しいね、楽しいってなったから、はい、やってみるかと思って、まあ、悩んだんですけど、まあ、結果最初、得意な人のせいにするんですね。誘ったのはかなちゃんだし、これが失敗したの、失敗したらかなちゃんのせいっていうふうに考えても仕方ないですね。すげえな、やばいな、俺が誘ったわけじゃないし、はい、っていうメンタリティーになってやってみるって、まあスタートしたっていうのがメンタル鬼だよ。だってそうじゃない、マジで鬼ですよ。いや確かにだけどすごいな。でも僕はそのアイスダンスをすることによって、これからまあアイスショーとかで結構組んだりとかすることだったり、一回海外の試合だった時に、まあ、女性の方と組んだ踊らされたりした時に、はい、おどおどしちゃった自分で、何もできなかったんですけど、はい、まあ、これからアイスショーとかいろんなことしていく、組むっていうことは絶対プラスになるって思って、はい、そのアイスダンスでリフトとかできるようになったら、はい、もっとやれることも増えるしっていう、うん、その先の目標にもこれはいいなと思ったし、はい、からちゃんからちゃんでオリンピックじゃなくて、はい、もうちょっとアイスダンスっていうものを追求してきて、なんかそこがまあマッチしたっていうのがあったから、プラスアルファ、はい、人のせいと、はい、という大きな先の目標がキャッチしたので、はい、スタートしたってことです。へぇー。でも、母ちゃんからだったんですね。そうなんですよ。そのお誘いは。そう。あ、すごいな。母ちゃんも勇気があるというか、だいぶ、すげえっすよ。だって言うたら、やっぱ大先輩。
っていうわけですもんね、うんうん、そうですね、8つも離れてますからね。そうっすよねいやすごいっすよ。わー、え、でやっぱそのフィギュア の, あの世界での業界でやっぱその先輩後輩ってやっぱ厳しい。昔は厳しかった、はい、なんじゃないですか。超めちゃくちゃ大会です、ええ、最近はそんなにだと思います。もうちょっとなんかこうフレンドリーだっていうか、ゆる、まろやか、まろやかだと思いますね。まあ、かカレーみたいにまあでも大体あれじゃないですか、世界的にも、はいはいはい、日本的にも、それ先輩後輩ってそんなに強くないですよ、パワハラとか。まあそうですね、そうですね、世界的にはそれはそう、うん、ないかなと思うけど、かすでもなんか日本ってやっぱなんかアジア諸国って結構そういうのって、はい、まあ、いいとこだと思うんですよ、なんか上山とかそんなめちゃくちゃいいですけど、はいはい、もうなんか勝手になんか大輔さんからの方かなって。僕は全然そんな頭にもよくいらないですよ、現役で挨拶するすごいですよね。で実際やってみてどうですか。なんかやっぱアップダウンもあるだろうけど、めっちゃ大変でした。なんかよく喧嘩もするっていうか、めちゃくちゃ喧嘩しました。喧嘩なのか口論なのか。口論もあるし喧嘩もあるし、ですね。でも本当に最初、はい、人よ、俺結構振り付けとか覚えるの早い方なんですけど、はい、人と組んでるのを覚えるで、自分は分かったと思っていざこうやって止めてくるじゃないですか、はいはい、あれみたいな、ああどうやって動くんだっけみたいな感じだったりとか、今までもやってた、はい、例えば同じカーブ、はい、カーブに乗ってるとか言って、体の使い方は結構こうやって頭をこっちに倒したりするんだけど、はい、隣にいるからこれしちゃうとできないわけなんですよ、うん、こういう感じでカーブを使うっていう、へー、だからそのパッと言われる感覚が、はい、シングルからダンス変えなきゃいけないっていうのとかが結構難しくて、すごいいっぱいあって、それにいて軸が違うんで、はい、とかそのじゃあ結構なんか動き方とかもガラッと変わり、全然違うんです。だからやっぱなんか急にソロからこうなんか、まあそのパートナーじゃないけど、こうしてこう自分のリズムとかペースとかあるじゃないですか、はい、じゃなくなってくるから、チームワークっていう世界に入ってくるじゃないですか、うん、そこの適応期間はなかなかなんじゃないかなって。1年半ぐらいはしんどかったですね。あとまあシングルソロだと試合は結構夜が多いんですけど、はい、アイスダンスだと試合が結構昼間だったり、はいはい、でも結構夜強い派で、はい、試合とかも遅い方がいい派なんですけど、はい、それ全部ガラッと変わったりもするし、はい、まあ、練習公式練習とかってたんですけど、そこで出てきたこう、はい、練習の仕方とかも全然違うし、はいはい、もう全く別物で、へー、でまあ本当にそれこそさ、自分と向き合うじゃないですか、はい、ソロの時って、はい、だけどこう相手がいるから相手とも向き合わなきゃいけないっていうか、はい、でも伝わってるものだと思っても伝わってないものってめちゃくちゃあったり、はい、また結婚生活とか、まあ、恋愛付き合ったりとかって同じだと思うんですけど、はい、コミュニケーション、コミュニケーションっていう大きな課題ですね。ほぼそれですね。はあ、すげえな。で、僕もなんか結構口下手だし、はあ、ヒステリックだし。ヒステリックなんですか？めちゃくちゃヒステリックですよ、僕。いや、だからこのあのさっき言ってた酔っ払うと怒っちゃうっていう。そうそうそうですね。これがね、一番映像で見たくないですよね。ドッキリ企画で一回出したいかなぐらいですけど、すごいですね。見せられない、見せられない。あ、そうなんですね。し、かなちゃんはかなちゃんで、僕も気遣いなんですけど、はいはい、かなちゃんはかなちゃんで気遣いなんで、はいはい、やっぱりこう 100% 本気では言ってないなっていうのは感じるじゃないですか、最初の方は、ね、うん、でもその言ってない何も感じるから、はい、何みたいなあ感じで、僕も夫婦や言われには僕も言えないっていう。ああ、で言ったら言ったら、でも、はい、そうじゃなくてみたいな、じゃあ言わなくていいじゃんみたいな、あとかどこまで言うか言わないとか。でもやっぱヒートアップしていくと、彼女は怖いですか？彼女も怖いですね考えて答えて怒られるかな両方だと思う、うん、まあ、だからでもやっぱり、はい、こう追い詰め、何、追い込んでるから、やっぱ体も疲れてくる、あ、やっぱりメンタル保てないんじゃないですか。疲れると同じことでもう10秒の間をもう1時間2時間かけたりとかするときもあったり、はい、と
かだってもう頭パンパンになってくるし、もうそんな余裕なくないじゃないですか。そうだからまあなるのはもう絶対あるんですけど、まあでもそれがだからまあもう自然っていうか自然人間やっていうところで、やっぱそうやってやり合わないと信頼関係は生まれないから。そうそれだから多分そうなんですよ、うん、なんかなったのは競技もそうなんですけど、多分人生全般において衝突を避けてたら前には進めないですよね。進めないと思う。学びましたね。いや学びますよね。衝突を避けて僕も行こうと。時にはやっぱ必要な要素、必須要素なんですよね。絶対。はあ、まあそれがあったら次より一層またぎゅっと近づいて、その積み重ねだったんで、はあ。まあどっかトレーニングのね、なんかね、どっか衝突あったら、その時はまあ。大人の対応で、トレーニングがない。トレーニングがない。スケートになると、はい、かんちゃん、こうなるんで、そういうのは結構ふわっとしてるじゃないですか。まあそうですね。でもスケートになると本当にこうなんで。でも、大輔さんもでも同じぐらいじゃないですか。僕もでもなってるっぽいんですけど、僕の方が結構適当じゃないですけど、ね、もう良くなって考えますよみたいな感じになる。あ、そうなんですね。今考えると無理。明日考えたりしようみたいな。やめよって。ああ、なるほど。でもなんかすげえ面白いですね。でもなんかそういう、なんつうかな、2人のそういうなんか人間性っていう、うん、ちょっとなんか違いもあるっていうか、うん、やっぱ母ちゃんそれだけこう、多分大輔さんっていうない熱さもあって、で大輔さんは大輔さんで、うん、例えばこういう時はそんなになんか真面目にグワッて行くんじゃなくて、うん、ちょっと緩くした方が本当は、ね、乗り越えやすかったりとか、うん、なんかその解決のところのこう綱引きじゃないけど、うん、二人三脚っていうところがすごいすごいです。だから結構、まあ、似てる部分もめちゃくちゃあるんですけど、真逆な部分があって、はい、そこはお互い助けられてる。そうですよね。本当に夫婦みたいな。そう、本当に夫婦みたいな感じ。ああ面白い。ありがとうございます。すげえ、いやめっちゃ面白い。なんか俺も家帰ったらちゃんと奥さんとコミュニケーション。付き合うってなるとまた違うんですよね。そうなんだよね。フェーズが変わってくるからね。そうなんですよ。いやもう本当これが子供できてみっていうね。本当にもう子供出るとまた変わるんですよね。いやもう子供とのコミュニケーションが一番しんどいですからね。本当ね。本当にもうすぐ感情で動くから。まあそれもまた別の話だから。いやー面白い。じゃちょっと最後なんですけど、はい、まあ、これは僕も個人的にちょっと聞きたいなっていうのがあって、まあ、なんか大輔さんもやっぱこう、これだけ長い、ね、選手キャリアを、まさかまさかもね、まさかまさかね、長い選手キャリアをこう通してきて、まあ、当然トレーニングもリハビリも、うん、まあ、あとフロリダでの生活とかも あるし、なんかいろいろトレーニングっていうのをやってきた中で、で、まあ、いざ今年から、うん、まあ、僕と一緒にね、レイスアップでトレーニングして、なんか どうですかっていう、ちょっとなんかもう率直に聞くと、いやもうレイスアップのトレーニングどうみたいな。めちゃくちゃ楽しいです。本当は嘘、めっちゃきつい。ちょっと待って。確かに、めっちゃきつい。それはきついです、毎回死んでます。なんか、どうですか、なんか今まで違うとか、なんか、うん、で、ちょっとなんかやってみての感想って。シングルの時って、はい、僕その重くしたりとかせず、はいはい、結構サーキット系が多かったりとか、で、ダンス始めて、まあ、もちろん機械、はい、バキバキに鍛える感じじゃないんだけど、はい、まあ、似たような感じだけど、はい、まあ、ちょっと鍛えに入ったりとかするんですけど、なんか、レースアップ、はい、レーシーのって、はい、どっちで、あ、どっちも、なんて言うんだろう、頭を、はい、めちゃくちゃ使いながら筋力を鍛えるっていうのはこれあんまりやったことなくて、シンプルに鍛えるはあるけど、なんかそれはすごいやっぱその動きっていう中で絶対実際そうじゃないですか。だからよりその自分が気づかないその感覚のところをこう知ることができるっていうか、なんかきついんですけど。ちょっとごめんなさい、ついっすよ。ですけど本当にマジで脳が疲れんのよ、体が疲れるより結構深く、なんか体の使い方とか動き一つ一つがね、なんか方向が変わったり、うん、重心が変わったり、例えばもうなんかスケート一つにせよ、こうなんか
押し出すっていう、この動きの初動のところから、うん、その動きの終わりっていうところまで、なんかもうとにかく終わり、一個の動きの終わりは次の動きの始まりでもあるから、うん、なんかそういう細かいところいろいろこだわって、僕は一応指導を、うん、心がけてはいて、もうなんかやっぱ膝っていうのもね、うん、あるから、そういうところをね、いろんなとこをこうね、意識しつつ、と同時にね、ちょっと胸をね、胸ね、胸ね、胸筋をちょっと作ろうっていう。ないんですよ。いっぱい欲しいんですよ。そうなんですよ。ちょっと競技力と体少し離れちゃうけど、なんかね、そういうとこもね、競技力、はい、あ、でもいらなくないとかじゃなくて、ないの欲しいよねみたいな感じで。いや、ないよりかあった方がいいんだから。そうだね。っていうところもね。要望に応えながら、状況に応じながら、はい、こうフレックスに、とやってくれるんで。そうですね。だからもうなんか、こっちは何も考えなくて、はい、できるっていうのが、うん、これマジで一番いい。シンプルにそれをやっとけばいいから信用してやってくれればいいだけ。いや ありがとうございますよかったですなるほど。いやでも嬉しいですね。でもなんか僕自身もこうなんか今まで僕が一応びっくりしたのがなんかトレーニング始めた時 の会話なんか覚えてるかちょっと分かんないですけど、うん、なんかそのフィギュアスケーターっていう競技でそのスケーターの選手がまあ、ただ僕が指導しているようなトレーニングっていうのをやってきてないっていうのが一番のまず驚き、うん、でもう一個がなんかもっとそういうなんつうだろうな体のメンテナンスとかそので運動とか体の、ね、ケアっていうところをもっとやってるのかなと思ったらそういう思いのが意外とそうではなかったです。ケアに関しては僕はやらないですね。あやってる人いますか。いややっぱいるんですね。今基本嫌いで触られるのがあ、でも施術とかなんか整体とかそっち系そうですね、あんまり、まあ、なんか結構それで変わったりするっていう か、はい、かすっごい信頼してる人じゃないとそうですね、なんかこうなかなか、ね、なんかこう緩く反応がぬるくなるっていうのかな、はい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 、人にやってもらうと、ええ、だからトレーニングして緩める方が好きっていう、はいはいはい、感じはあったんで、うん、僕はあんまりいかない。なるほど。年齢上がってきて、やっぱ必要だと思ってます。まあそうだね、せめての疲労回復っていうところとしては必要ですね。うん、いやすげえ、なんかめっちゃいっぱい話してるけど、なんか話したんないですよね、まずね。普段はい。いや、いやでも今日、こう。話しちゃうね。いや、めっちゃ深い話まで言ってるし、こんなにメンタルのところで悩んでたんだっていうのは初耳でしたね、僕は。そうですね。ああ、面白い。もうちょっと僕もなんか本当はまだなんかね本当はね3時間ぐらいやりたいそうもいかないのでちょっとカメラのね容量っていうのも、はい、あるんでうちのカメラマンのしゅんちゃんに怒られちゃうからそうですよ、ね、聞きたいことまだいっぱいあるんですけど実は今日のポッドキャストに、はい、の準備合わせて、はい、僕のインスタの方で、はい大地さんに聞きたい質問をちょっと募集したんです。はい。それがなんか130個ぐらい来たんですよ。イエーイ、ものの24時間でもうすぐ、もう本当ありがとうございます。で、その中からちょっといろいろ選んで、はい、ちょっと聞いていきたいなと思うので、もう全然短くて長くても好きに、お答えいただければいいかなと思います。期待してる答えは出ないじゃないですかね。どうだろうね。いやもう、じゃあ僕はもう適当にこう拾っていきますんで、うん、じゃあ、まず第1問、はい、ちょっとさっきまあレイシートレーニング、レイサップトレーニングにちなった話があったので、そこから行こうかな。大ちゃん、レイシースタジオでトレーニングして体が変化したところや効果を教えてくださいっていうのがあるんですけど。変化したところはもうちょっと胸じゃないですか。胸ですね。ちょっとずつ出てきてます。ちょっとずつ出てきましたよね。出てきてる。なかなかいい感じに針がね、出てきてますね。そう。毎回しんどい言うてますもん。本当に、本当に嫌い。ストレートに言ってくれるとこいいよね。だからといってやめないよね。自分でですね。まだ。まあこれから大一番がね、そこで多分試せるっていうところはあると思うので。そしたら、じゃあ次いきますよ。もうこれももうたったといきましょう、はい、今一番つけたい筋肉は胸。はい、ありがとうございます
そしたら、次、はい、きついけどハマってるトレーニングメニューは何ですか？ハマらないですよ、トレーニングないないなし、ハマらない、じゃあ次、シングルからアイスダンスに転向した時に足の鍛え方って変わりました？足は勝手に変わった。足は、まあそうですよね。まあまあ、重い、はい、なんか荷重、はいはいはい、っていうんですか、はいはい、をつけてのトレーニングが増えたけど、そうですね。でも足はそこまでか。でも、はい、ケツが、はい、ケツめっちゃやばいですよね。上がった。あ、皆さんお尻を楽しみにしてください。でもお尻めちゃくちゃ使えるようになりましたよね。うん、お尻、はい、この前もちょっとテストをしてさ、ね、大地さんのね、この膝を守るために本当はもう前ももの筋肉とか腿の裏の筋肉を鍛えたいけど、いろいろ筋力の出力テストをした中で右のお尻がどこよりも抜群に高かったんですよ、ね、もうね、グローと言って右のお尻がもう爆発力すごかったんですよ。半端じゃない筋力でした。ここで持ってるみたいです。ここで全てカバーしてるんで、本当にもう大地さんの演技見るときはお尻に注目なんですよ。本当に、いやー、すっげえ教えなんで。そしたら、レイシーさんのトレーニングで、得意もしくは苦手なのを教えてください。苦手なの？苦手しかないじゃないですか。体幹、はい、バランス、ほぼ全部。ストレッチでさえもう辛いって言うじゃん。辛いし。そうやね。ジャンプも全然最近で、今ねジャンプで始めたから、はい、ジャンプトレーニング始めてもらったんですけど、そうですね、本当にね、過去、いや昔は良かったんですけどね、やっぱこんなにやらないってやっぱ継続で大事だなと思いました。ここジムワークで、うん、そこをちょっと練習しとかないと、うん、結構ね、えらいことになっちゃうから、いや、やって良かったですよ、うん、早めに胸ばっかじゃないっていうね。ちゃんとやってますよ。やる気の出ない自分に喝をください。いや、いいんじゃないですか、やる気なくて。もうやる気なくなりすぎちゃやる気出るしかないから。そうそうそう。休めって啓示ですよ、休めって。はい、はい。そう。やる気出てないときはやらなきゃいいですよね。無理しちゃっても空回りするから。どっかのタイミング勝手に。そうそう、勝手にか誰かに入れられるか。はい、あ、だから入れてって言われてるんだろうけど。でも今がそのこれだったと思う。でもそう、欲しいって思ってるときは、もう自分でもう動いてる一歩だから。そうですよね。いいと思います。はい、ということは、頑張ってください。頑張ってください。そしたら次が、そうだな。フロリダと日本に帰ってきてからは、トレーニング内容とか目的って変わりましたか？あ、目的は、フロリダの時はもうダンスだったり、はい、まあ、体力だったりとか、強化だったりだけど、まあ、こっち戻ってきてからはもうソロもやるから、はい、ソロとダンスの両方みたいな振り方で、動ける体作りって感じですよね。そうですね。うん、あ、これ面白いじゃないですか。今、息子さんかが、怪我をしておりますと。で、大輔さんは怪我してる時のこの乗り越え方とか、なんかできるアドバイスあれば教えてください。これちょっと真面目にしゃべ答えなきゃいけない。ちょっと真面目かもしれないですよ、これ。アドバイスって言ってもさ、人それぞれ違うからな、難しいよね。でも息子さんは頑張ると思うんで、本人はね、うん、はい。親御さんですよね。そうですね、はい、はい。親御さんはもうただただ何も言わずに見守ってあげるのが一番なんじゃないですか。はあ、大地さんは怪我してた時とか、うん、ご両親に何か声かけてもらったりとか、アドバイス求めたりとか、逆にこうアドバイスいただいたのはありますか？ないですね。へえ。あんま相談とか、ね、アドバイスとか、うちの両親何にも言わないんで。自分とそうって感じなんで、逆にそれが一番なのかもしれないです、うん、これやっぱ、近い人ってこう敏感になっちゃうと、そうですね、やっぱ感じるから普通にしてあげるのが一番。ああ、うん、相当し、相当しね、うん、愚痴言ったら、まあ、じゃあまあ、やめてもいいんじゃない休んだなとかまあそれぐらいのテンションがいいベストですよね、確かに。まあ、あとはなんか本当にあれですよね、欲しかったら求めてきますもん、ね、来ると思う。そうですよね。ああ、面白いですね。結構ちょっとそれはある意味深いんじゃないですかね。
あとじゃああと2、3個ぐらい行きましょうか、はい、結構似たものが多いんですけど、欠かさずにこれだけはっていうトレーニングってありますか？ないです。イエイ。どういうこと？トレーニングしてるときってこと？毎日ってこと？まあなんかインジェネラルじゃないですか。なんかもうトレーニング、自分のメンテナンスじゃないけど、なんかこれは外せないってやつがありますかっていうことなんですか？僕は50歳まではこの体をちょっととりあえず今のところキープしたいので、はい、はいはい、トレーニングはするっていうことだけを欠かさないようにしようって思ってるぐらい、はい、はいはい。衰えないためのトレーニング。そう、衰えないためのトレーニング。まあまあ、作るためのトレーニングにもなってますけど、はい、なんかもう、内容よりも、やる事実の方が大事だと思う。今、長くするには。はい、だからもうやれたらもう内容、まあね、たまにねって言って、はい、ちょっと飲みすぎてさ、とか言ってから、ちょっと。じゃあ、ほぐそうとか言って、寝ようっつって。起きたことに、はい、なるべく入れるようにするとか。はい、それぐらいで。ああ、いいっすね。あ、内容はこっちが考えてくれるんで。そうそうそう、それが僕の仕事なんで。うん、まあ、そういった意味で、僕観点での答えをすると、そうですね、なんか、やっぱ、いざ、ね、アイスショーとか始まってくる前後の、ね、1、2ヶ月ぐらいとかになってくると、急に練習量がうわーって増えて、うん、一気に増えるじゃないですか。うん、で、早朝練習も多いし、うん、なんか、結構疲労の溜まり方がえげつない生活にいきなりガッと集中的になるじゃないですか。その条件が一番なんか怪我を引き起こしかねない条件なんで、その条件下でも膝を守れるための、膝へのケアは心がける。だからお尻をもう強いのにさらに強くするそうだし、例えば前ももの筋肉、ハムストリングの筋肉、これらをいろんなあの手この手、あの方向、この角度からの負荷、こういう使い方っていうことをいっぱい心がけて、トレーニングはやってます。はい、真面目か。最後ちょっと面白いので、Q&A でおしまいしようか。カラちゃんの身体能力もすごいなと感心しております。カラちゃんはダイちゃんにとって良きライバルでしょうか？あ、ライバルじゃないですか。でもライバルとして見てます？見てる、見てる。でも僕も なんかこう一緒にやってて、はい、カラちゃんできてもできないとかめっちゃ悔しいですもん。負けすぎないが出るすぎないから。でもライバルとかの気持ちぐらいのがやっぱりこう、両方が刺激し合えるよねと。あ、まあ、やっぱこっちが上だなと思って、はい、もう追いつけないなとかってやっぱり面白くないですね。まあそうですね、はい、なんかみんなライバルです。なんか悟空とベジータみたいな感じですよね。そう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 、先にちょっと悟空先行くとベジータ超えてって、うん、それをさらに超えてみたいなありますね、うん、そうだと思う。生きてるし生きる人全て全員ライバルと思って過ごしてます。わ、かっこよ。だから今のは超名言じゃないですか。超負けすぎ。ちょっと待ってよ、もう一回言ってください。ちょっと俺シーフロー。もう嫌だ。恥ずかしいから。生きている人全てが全員ライバルだと思う。ライバルだと思う。わ、だからめっちゃ深いな。これいただいてもいいですか？そう、すっげー面白い。それめっちゃいい。人類最強になりたいっていう。なりたい、なりたい、分かってるから。なりたいんですけど、でも思ってる、本気で思ってるから。ちょっと常に自分をこう磨き続ける上ではそれすごくいいかもしれない、うん、そうですね。うわ、すげえ。これ言うとちょっと恥ずかしいし勘違いされるから言いたくないけど、いや、言って。そういう人、そういう感じ。すごいですね。うわ、なんか今初めて、なんか初めて大輔さんのなんか本質的なものを見たような感じだよね。深い大輔さん見れた。すげえな。あ、なんか今日あれ、今日実はこの前にプロゴルファー の、はい、高根選手の前撮りしてたんですよ、はい、もう一本、はい、で今日実はずっとね、裏でカメラ裏で見てて、もうずっと感動してて、高ちゃん登場していい。いいよいいよいいよ。椅子持ってきて。いや、もう入りたかったんですよ。どうぞどうぞどうぞ、ここで。あれ、なんか同じね、アスリートとして、うん、でも高ちゃんが残ってみたいと言ってたんで。本当に見たかったんですよ。高ちゃんもなんか質問あるんでしょ。え、いいんですか。いいですけど、ね、まあいいですよ。今
もうなんか今結構フランクな感じだったけど、はい、結構真面目な質問あるんですけど、はいはい、あの僕まあ試合行っててやっぱまあ試合の時にこう活躍してる選手って緊張してないように見えるんですよね、うん、僕から見てて。でもまあこうやってオリンピックとかで結果残されてる方に聞きたいんですけど、緊張しながらやってるのかしてない中でやってるのかっていうのはどっちの？緊張バチバチしてます。してるんですね。バチクソしますね。僕結構メンタル弱い方なんですよ。でもその中でやってるんですか？じゃあやってます。だから結構今日の話聞いてメンタル弱いはないですよ。いやだからそのね、吹っ切れた時は強いんですけど、吹っ切れるまで、吹っ切るのはやっぱり練習の仕方ですよね。はいはいはい。かな、そこでもうこれだけやったしもういいや失敗しようみたいな思えたら結構強くて、でもそこはやっぱ自分の中で中途半端なことしてるな、でもそれをなんかこう嘘ついてやったし俺みたいなっていう時はやっぱ全然できないなっていうのがあって、でも絶対緊張もしますね。で緊張 しないとダメだと思ってます。まあそうですよね。なんか結構面白いんですけど、自分で面白いっていうのはあれなんですけど、なんか試合とか行くと、はい、いい集中してるときめっちゃ肌きれいなんですよ。へー。で、僕体硬いんですけど、はい、めちゃくちゃ柔らかくなるんですよ。へー。集中してアップすると。すげえ。で、それまで全く全然できなかったのに、はい、試合だけ、試合の時だけできるようになったりとか。普段集中力が足りないんでしょうね。まあでもそんなとこなんですかね、うん、でもだからさ、緊張しないと集中できないんで、はい、緊張するからここに合わせて高めようと思ってどん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 こう内在していくから、はいはい、自分のなんか体がこうすごい変わっていく、はい、だからもう練習の時に同じ体作れないんですよ。ああ。どんだけやってる。わかります。なんかその試合のこの完全に本番中に急な覚醒ってあるよね、うんうん、それは思いますね。だから絶対に緊張してなしなきゃいけないと思って、はあ、緊張にはならないようにしてるっていう。なんか前のエピソードで、このポッドキャストでスミレさんがゲストで登場した時に、やっぱスミレさんがやっぱその歌手活動もされてるんで、うん、やっぱ大勢の人の前にこう立つ時に緊張しないのと聞いたんですよ。そしたら、いや緊張は全然すると。で緊張するってことはそれはそれだけちゃんとこうなんか重みを感じてるっていうか、うん、それだけちゃんと責任感を感じてるから成功させたい表れなんだよみたいな話をしてたんで、うん、確かにそうですね。あだからそれすごくなんかあースーって入って、ね、そういうことなんじゃないですか、ね、うん、でもやっぱりパフォーマンスよくしなきゃいけないから緊張に対してなんか対策ってしまありますか？あ、しないです。あ、昔はしようとしてたんですけど、はい、緊張しなきゃいけないって思うようになったし、うん、自分で期待してるから緊張するんだよねって思うようになったんで、はい、でも期待してるんだと思って、はい、まあいいや、このままこの緊張を楽しもうぐらいの、はい、始まっちゃえばもうなんか、うん、ね、そうっすよね。始まっちゃったら大丈夫っすよ。長いっすもんね、ゴルフね。そうね。僕ら一瞬なんで役にちょっとそろわないと緊張しすぎても疲れちゃうとかですよね。そうですね、確かにそうです。ですよね。全然多分プロセスの緊張への持ち方とか感覚とかも違うかもしれないですよね。あ、面白いな。僕サッカーなんてなんかもうまた全然違う競技ですけど、僕も試合前は緊張してて、試合始まっても僕多分前半はダメダメですよ。後半の後半入ってやっとスイッチ入ってますもん。え、なんでモードがじゃなくて緊張して？いや緊張っていうかなんかね、試合のなんか11人対11人の22名がこう、うん、走り回ってるんですけど、なんていうんですかね、なんか試合のリズム感とか、なんかどれぐらいガチで臨んでいいかっていうテンション感とかあるじゃないですか。なんか俺後半に掴むんですよ、その辺とか。終わりじゃん、もうあとちょっとでっていう時に急にめちゃくちゃ走れるようになって、でその辺りの時間帯でこうなんかゴール決めたりちょっと活躍できるようになったりとか、なんかそういう特性がなんか個人的にあるんですよね。でもあると思う。スロースターターか、スロースターターが、そう、僕もスロースターター、スロースターターなんですね。で、ファーストスターター、スロースターター、
いやー、スローですね。あ、スローだ。最後までスタートしないで終わるかっていう感じ。なるほど。緊張する。これ別機会でこう、なんかこのメンバーでこのポッドキャストやったらスロースターターだから多分1時間やっとおもろい話が出てくるっていう。1時間喋ってから1時間喋ってから一等が取りましょう。面白いですわ。いや、よかったです。さっきもあのこの回を撮る時の最初に、あ、ちょっと緊張するって言ってらして、まあ、僕もめっちゃしてたんで、はい、あ、同じ人間なんだってするんだ。だからもうなんか緊張はもうあって当然っていう感じなんですね。あ、そうです。した方がいいものを見せると思います。いや、そう、いや、俺言うて、今週ずっと緊張してたから。本音を言うと、はい、ずーっと頭の中で考えてた。何を聞こう。見えないよね。もう今日ね、家出る直前まで奥さんにも聞いてた。あの、大好きな何聞かればいいかなって。奥さんがフィギュア大好きだから。ありがとうございます。いやいや、もうそう。どうもレイシーに任せきりでいいんだろうなと思って。いや、で、大丈夫。僕なんかそういう風にやっているけど、なんだかんだね、まあ、なるよなるよ。テンションはちょっと似てるんで。そう。最後、なんか、あの、あ、そう、告知が。告知で、あ、そうですね。はい、あの、2月に、はい、福岡なんですけど、滑走屋っていうのを。滑走屋、はい、はい。やりまして、アイスショーをやるんですけど、はい、まあ、ちょっと今回、いろいろ新しい試みで、1時間15分ぐらいのショーを、1日3本。おお、結構短い。短いですね。だいたい2時間から2時間半とかなんですけど、今回1時間15分ぐらいの短いやつで、はい、値段設定もちょっと、フィギュアスケートしたら結構安い値段設定で、リーズナブルで。で、メインのスケーターと、はい、あと学生スケーター、社会人スケーターで、はいはい、結構新しい感じで、作ろうかなと作ろうと思ってるので、はい、もしぜひ。最近ビジュアルも発表されてましたね。あ、そうそうそう、最近。めっちゃかっこよかったですよね。ちょっとそれ出しましょうか。ちょっと待ってくださいね。これ皆さん、これもうめっちゃかっこいいんで。これは僕全部フルプロデュースで。フルプロデューサーですか？チラシのメインビジュアルもこんな感じでとか。はいはい。まあ、こういうこと、まあ、いろいろ、まあ、コンセプトも同じ、キャストも出し、まあ、ブックも出すんですけど。はい。全部なんですよ、今回。初めて。全部プロデュース。全部。え、そう、もう衣装も、衣装も、はい、あの、まあ、メインの子たちは自分のナンバーを滑るんで、はい、なんですけど、それ以外の感じの衣装とか、あ、これだ、これですよね、多分それです。あ、めちゃくちゃかっこいい。これ出しましょう。2月の10日、11日、12日ですね。なるほど。博多のオービジョンのやつ。お、ちょっと待ってよ。これですね。はい、これです。よいしょ。出た。超かっこよくない？これ。すげえ。めっちゃかっこいいよね。やば。2月10日、11、11、ちょうどここ乳首が。ここ乳首が出てましたね。危なかったね。確認しなかったんだよね。ちょっといい感じにズレもできてきますもんね。影になってる。いや、めっちゃかっこいい。いやいやいやですね。まだまだなんですけど、ね。デコルテライカ綺麗なことで。ございます。あ、11時2時半6時なんですね。そうなんです。3本で。だからまああんまり、まあで福岡の方というか、はい、あんま見たことないような方が見てほしいんでもらえるような感じのショーになってるんで。なるほど。もしちょっと、はい、本当に男性って、まあ、安くはないですけど、はい、フィギュアスケートに比べたら高くないみたいな。なるほど。はあ、興味があれば。よかったらぜひ、チケットも発売中です、ね、発売中です、はい。チケットはどちらの方で？チケットは、はい、ちょっと待って、詳しくないの。なんだかね、A プラスだったかな。はい、まあ、ネットで、あの、滑走やチケットと、そうですね。ご検索いただければすぐ見つかるかなとは思うんですけど。そういうとこね、爪が甘いよ。滑走やっていただいてくれて、A プラスだったと思うんです。ごめんなさい、すいません。でも、あれですか、でも、インスタのプロフィールからでも多分止めるはずですよ、ね。あ、自分の、僕のホームページとか。はいはい、あのインスタグラムで滑走屋のあそれもありますオフィシャルの、はい、アカウントもあるんで、はい、ぜひそこでお買い求めください。はい、ということで今日大輔さんありがとうございました。貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、また
また次回、なんかね、アスリート会とかもね、開催できれば嬉しいなと思うので、はい、高ちゃんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、皆さん、引き続き、人にインスパイアをし、そしてインスピレーションを受けて、生きていきましょう。そしてチャンネル登録の方も忘れずにお願いいたします。では、See you soon! Bye!